読書神社は、愛知県豊田市坂上町にある神社である。旧社格は、県社。上宮、八景峰神社、下宮などで構成される神社の総称でもある。祭神は、猿田彦神、塩土の神、木の神、日本穂高。流れ作り道位たぶの本殿、旧加小屋を転用した、福土の流れ作りたぶきの奥本殿、木造道位たぶの福土の、 木造平屋らぶきの西門殿、渡戸の、拝殿、神楽殿、舞台、流れ作り木造平屋らぶきの社務所、神子、流れ作り道板ぶきの秋葉神社本殿、流れ作り日和田きの本殿、一の鳥居、二の鳥居、三の鳥居などで構成される。上宮は六所山の山頂にほど近い山六に神座し、八家峰神社は、上宮より、わずかに北にあり、 下宮の所在地は、坂上町あざ地蔵堂、一の鳥居の所在地は、坂上町あざ金星などとなる。六所山、円形十一月六所山は、古来より、さなげ山、本宮山と共に、三河国造霊山の一つとされ、山自体が身体とされて、第三石神など六柱の祭神が奉仕されていた。現在でも寺金星の正大地に佇む一の鳥居は、六所山を、 遥か廃するのに最も適した場所にあり、古代、この地に最初期の遥か廃所が建てられたものとも推察しうる。後に、社殿の築造という仏教文化に由来する概念が国内に浸透し、六所山山頂にも社殿が築かれることになるのは遅くとも平安時代末期頃と考えられており、上空近辺で平安時代から室町時代にかけての土器兵が発見されるのは、 この地でこの時代に祭祀が行われていたことを裏付けるものである。なお、1604年の慶長県地町には鳥居家という地名が見られることから一の鳥居が、この時期にすでに築造されていたと推定されるが、建流そのものの時期はよくわかっていない。鳥居の両際には長らく松の巨木が立ちそびえており、日本とも樹齢500年以上と言われていたが、 1959年9月に上陸した伊勢湾台風によって倒れている。一帯はかつては松平号といい松平市発祥の地である。1377年8月19日、松平総家初代松平太郎左衛門地下氏が欧州より塩釜六所明神を六所山に誕生した上で奉仕したとされる。それまで吉木山八家、 峰山などとされていた三名が、以降六所山と呼ばれるようになる。うぶすなとして奉廃されていた、大山積神はその社地を譲って、北東の八家峰に移され、以来、隠居神様と呼ばれながら六所神社拙者の八、景峰神社として存続することになる一方、新たに祀られた、客人神の本殿は、吉木宮と名付けられ、六所大名神と称されて、松平氏。 徳川氏の氏神として、歴代当主の崇拝を受けていくことになる。早くも1474年には、松平宗家第4代、松平近田だが、1520年には、松平宗家第5代、松平長地下が、社殿の再建に取り組んでいる。1527年12月には延びで社殿が、全焼したが、この時、松平長地下と、松平宗家第6代、 松平信忠は連書の上、松平家一門に対して、電車再建への寄進を依頼している。なお、下宮は六所三南独にある牧桂田沢村に、鎮座していたのを、現在地に移し、当地を宮口村と名付けて、車両としたのも、松平長近だとする伝承が残っている。1542年に、松平宗家第八代、松平広忠に、 着手竹千代が誕生した際に礼拝がなされたと言われる高宮村の六所神社に対し竹千代長子て岡崎城城主となった徳川家康は永六年間に六所三六所大名神の祭人六柱の内見柱を誕生し先座したという。ただし岡崎市によれば松平広忠新城などの資料より1546年以前には すでに潜座していたことが伺われる。1590年の徳川家康関東違法の後は岡崎城城主田中義政の支配下に入り、自社領の没収を受けるが、1602年に徳川家康より、高二十国の大名人初捕虜を可視される。 江戸時代に入ると、1617年には、松平太郎左衛門や第八代、松平義重によって本殿が造営されるのと、同時に玄米四国七と八正三号が零細領、当病領として、宮口村が通り面引きされ、1638年には、松平太郎左衛門や第十代、松平重和によって、再び本殿が造営され、 1667年、1683年、1686年には、奥田藩、小牛松平家初代松平の立議によって道具が再建、改修され、1736年から翌年に、かけては、奥田藩、小牛松平家第4代、松平三則のによる道具の再建、として、米二国四との寄進、祭として七と八三号の綿引きなどがあり、 1779年には、奥伝藩、尾牛松平家第5代松平の両大家による、同儀の造営。1790年には、奥伝藩、尾牛松平家第7代、松平上院による同儀の造営。奥伝藩、尾牛松平家第7代、松平上院による同儀の造営。1849年には、奥伝藩、尾牛松平家第9代。 松平上吏による下宮における不動一羽の造営、1858年と1861年には、奥殿藩、尾牛松平家第十代、松平上吏及び松平太郎在門屋第十六代、松平来始めによって、本殿の再興、修復、鳥居の再興が行われるなど、徳川や、松平家一門、とりわけ、宮口村領主である、尾牛松平家と、 松平号を領した、松平太郎財門家による工具ぶりには毎居の暇がない。1873年、六所大明神から六所神社と改称する。旧社格は、豪社で、1917年には、五両輪となっていた六所三社有輪の払い下げが許可され、翌1918年から1920年にかけて、下宮の拝殿及び西門殿が、 再建、九百二十一年には、県社に昇格している。現在は、愛知県神社町に属し、陶器名を宗教法人六所神社としている。六所神社部隊十一月、豊田市指定有形民俗文化財。九百七十三年二月十五日指定。六所神社管理。八百七十二年に六所神社、下宮の境内に建てられた木造平屋かやぶきの部隊で、 間口は8軒、奥行きは4.7間。このうち12.6メートルある、舞台間口は1本の太い針が通しで支えており、屋根は合掌材の中途に針を渡すことで、指示されている。内部では登場者を乗せて上下する、二重仕掛けと呼ばれる、からくりがあり、明治時代前期の古式をよく伝えていると言われる。木材は六所山で伐採された杉火の木栗もみなどで、 材料の運搬には、近隣のうじ子が多数参加し、木材が岩角に突き当たった時には岩角を削って、搬出したとされる。そして胸上げには、早朝から多数の見物人が集まり、大変な賑わいであったという。舞台の東隣に立っている楠木と胃腸は、大正天皇の即位記念として植樹されたものである。所在地は、坂上町あざこ社。 新名社末社の小石祠大柳山明小児古奇襲によれば、柳山にある明小寺三世住職武ソめ、通る両商人が、式組みの採取のために山に入ったところ、旧を松の木にかけて休息している老人と出会った。武ソメ商人が追加したところ、自分は、欧州塩釜明人である、と老人は答え、この近隣に住まう、宇子子の死後のために出張してきたので定住先を、 選ぶように、と言い残して、煙のように消えてしまった。驚いた武ソメ商人はこの話を、松平近志氏に伝え、松平近志氏はまずこの地に、欧州塩釜明人を誕生した後に、八家峰に地蔵村六体を誕生して六初代明人としたという。ありがとうございます。